皆さん、こんにちは。日本語 for you のあかりです。元気ですか？ Hello everyone, it's Akari from 日本語 for you. 今日は特別なゲストが来ているんですが、そのゲストを呼ぶ前に、その人について少し紹介します。はい。今日のゲストは、タスニムさんという女性です。はい。タスニムさんは、私が先生として運営しているディスコードのサーバーで、とてもたくさんレッスンに参加してくれている人です。日本語を勉強しているので、今回私のポッドキャストにゲストとして来てくれることになりました。それでは、早速 呼んでみようと思います。タスニムさん、こんにちは。こんにちはい、は。今日は来てくれてありがとうございます。私に誘ってくれてありがとうございます。そう、実はね、タスニムさんが、日本語を勉強している人でゲストに来てくれるのは初めての人なんです。そう。ね、だから私私、も、ポッドカスにゲストに、これは初めてです。あ、そうですか。たくさんの人の前とかで日本語を話すチャンスって結構ありますか？今年だけ私はパトリオンを参加して、ここで日本語の先生と一緒に話しています。なんか1ヶそうなんですね。月3回30分ぐらい、なんかズームに、でも私たちグループなんか4人グループを話してて、でもその前にあんまりチャンスがありませんでした。なんだ。じゃあ、今年に入ってからたくさん日本語を話すようになったんですね。そうです。ああ、そうなんだ。なるほど。じゃあ、ちょっとその日本語の勉強についても後で聞きたいですが、まず、タスニムさん自身について教えてくれますか？私の名はい。前はタスニームです。もうタマはい。も呼んでもいいです。何？私、タマ、タインマ？あ、スタタグラムマのちゃん名でもいいんですね。あ、そうなんだ。前。タマはもっと安いですからね。確かにそうですね。じゃあ、タマちゃん。私はエジプト人で23歳です。今年はもう大学に卒業 しましたから、今、アラビア語の教師を働いています。アラビア語を教えてるんですね。それはどんな学校で教えていますか？学校じゃなくて、オンラインアカデミーで、私は今働いています。そうなんだ。じゃあ、私と同じような働き方ですね。そうです。へえ、なるほど。タスニムさんは何か、アイトーキみたいなプラットフォームを使ってるんですか？アイトーキはまだ使いませんけど、これはオンラインアカデミーなんかウェブサイトがあるので、私は参加して、そしてなんかインタビューを して、もう参加してた、今年も。ああ、そうなんだ。今年の何月から、アラビア語の先生として働き始めたんですか？何月？ 2 月から？ 2 月。でそうなんだ。も今年は私の初めてのシェイって経験じゃなくて、私は3年前に、私のお兄さんは アラビア語の教師です ああ、そうなんす。でで、すね。私を、一緒に私は時々教えてて、だから、そっか。じゃあ、初めてじゃなくて、ちょっと経験があったんですね。そうです。ああ、そうなんだ。そっか、仕事はどうですか？面白い？面白い。時々不思議だと思不思いま議？す。だって、私は今、なんかドイツ人が生徒がいますので、大人の生徒。でも、アラビア語は2つがあります。なんかスタンダルフォスハがあります。なんか本とかニュースアラビア語のあるので、そして普通のアラビア語、
なんか毎日の話しているアラビア語、はいはい、でエジプトのアラビア語、この生徒はエジプトのアラビア語を今は学んでいますから、うん、リオは彼氏さんがエジプト人ですから、うん、なるほど、ちょっとロマンチックな理由ですねそうですね、だ本当に不思議ですね、なんか、うん、どうして外国人はアラビア語の学んでほしいですから、欲しいの理由は、うんうん、時々不思議だと思います。そうですね、いろんな理由の人がいるんですね。そう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 です、実はあの私の高校の時の友達でアラビア語を勉強している人がいたんですよ。すごい、どうしていや、その友達はちょっとやっぱり不思議な人でそうです、私はあんまり外国人はどうしてアラビア語を学んでるしは、ね、モスリム人は、私はもうこれは分かっていますから、モスリム人は、うんうん、まあ理由が分かりますけど、なんかモスリムじゃない人たちはどうしてアラビア語を学んでるしはよく分かります。だってアラビア語は本当に難しいですよね。私あの、うん、最近知ったんですけど、アラビア語ってその、母音ボワオスの読み方が決まってないんですよね。確かに、うん、実はアラビア語の難しいことは文法です。だって私たちはうん、うん、なんか、いろいろなことがあります。例えば、はいはい、君とあなた、なんか、うん、男の人と女の人とは違います。はいはいはい、これは全部で違います。なんか君、うん、私たちは、うん、全部言葉でなんか全部違いますだからいろいろなことを覚えてしないといけません。はい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 、そっか、じゃあちょっとこうスペイン語とかフランス語みたいにその性別によって変わるんですね。そう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 です、そうです。大学生の頃に勉強したのを思い出しましたね今うわー素晴らしい、偉い人だったねそっかそっか、じゃあヨーロッパの人たちが多いんですか、アラビア語の勉強してる。今子供たちはアメリカ人と、うんうん、大人にしてはヨーロッパに、はい、そうなんだ、そっか。そういう人たちには英語を使って教えるんですかね、多分。はいはい、そうです。はいはいはい、ああ、それだと今、じゃあ、タスニムさんはもちろんアラビア語でしょ、あと英語でしょ、で、日本語も話せるんですね。はい、そうです。ちなみに、他の言語は勉強したいとか、今勉強してるっていう言葉はありますか？私は高校生の時、フランス語、うん、なんか高校に学校にちょっと学んでいました。私は日本語の後で、うん、なんかちょっとスペイン語、フランス語と韓国語、なんかお、うん、どちらが学んでがいいですから、うん、でまだ分かりませんけど今、うんうん、日本語だけで集中していますおお、そうなんですね今はちょっと他の言語は置いておいて、はい、日本語を特に上手になりたいっていう感じ。そうです、そうです。はいはいはい、はい。だって、韓国語は日本語をたくさんやってるですからね、うん、ちょっと日本語の後で、うん、日本語で韓国語を韓国語を学んでいます。なるほど。日本語で韓国語を勉強してるんですか？はい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 、このつもりですこの要点があります、はいはい、だって本当に似合ってる文法と発音たくさん似合ってる。確かにね、あと単語も時々同じような発音の単語がありますからね。そう、家族、はいはい、家族、時間、志願、ちょっと似合ってる。そうですね、あと約束、うん、とかも似てる。はい、約束か。そう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 です、そうですよね。なるほど、うん、じゃあ日本語をマスターしたら次は韓国語にチャレンジしたいってことなんですね。そうなんです。おー、頑張ってください。私もハングルは読めるように練習しました。ああ、そうです。私はハングルは
なんか勉強したことがありません、全然。そうなんだ。でもすぐできるようになると思いますよ。聞くことがなんか分かることできますから。でもまだハングルは書くことがまだ学んでいません。はいはい。まずはじゃあ話すのをこう目標にしてるんですね、うん、あーまあでも私はまあ英語と日本語もそうか、うん、そうでしたね。私は聞くの時、うん、たくさん学んでいます。なんか、うんうん、あどこうやって使いますか、あどうやってなんかこうやって使います。そして私はなんかたくさん学んでいます。に英語も同じだったな、うん、だから今、はい、韓国も私は2年3年ぐらいなんか韓国の音楽とドラマを見て、うん、はいはいはい、頭の中に全部韓国でした、うん、だから私は日本語のまたおしゃい、また勉強し始めた時、うん、韓国をやめた、見るをやめました。はいはい。もうあとじゃ全部日本語のものなんですね。そうそうです。なんかまあだんだん日本語の映画、まあ、動画とドラマアニメをまた見るを始めて、はい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 、私聞くのことは私に本当に大事なことです。なんか勉強するとき、はい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 、うん、じゃあまあ教科書を使うっていうよりもやっぱりその音楽とかそのドラマアニメとかっていうね、たくさん聞いてそれで覚えてるんですね。そうですそうです。そうなんだ。なんかタサニムさん、うん、とっても日本語を話すのイントネーションとかも綺麗じゃないですか。何か勉強のそうポイントとかあのコツってあるんですか？ポイントは私はやっぱり聞くの後でリピートしています、うん、なんかこうやってこんなシチュエーションを使います。じゃあ私もそのシチュエーションを使います、うん、後で、はいはい、同じシチュエーションを使います。あそうかそうか。私は聞くの時、うん、頭の中に覚えています。なんかフロー、なんか発音、イントネーションをなんか頭の中に覚えてる、うん、してリピートをしています、うん、へえ。それはアニメとかを聞いたり見たりしながら一緒にこうリピートするんですか？はい。でも私は、うん、その前にリピートをしていました。はい。なんかアニメとか、うん、名探偵コナン、本当に名探偵コナン大好きですよ私も、うん、たくさん学んでいました本当に。そうなんだ。バームクーヘン今でも覚えています。バームクーヘンはコナンに初めて聞いていました。そうなんだ。バームクーヘン出てくる回なんてありましたっけ？あったかな。はい、ありました。あるんですね。でもこれは私はいつだっけ、中学の時、うん、たくさん目立てコナン見てました。あこの時たくさん言葉を覚えて、うんうん、でまあアルファベットをなんか初めて勉強する時、あ、うん、これバカをこうやって書いてるんですか、あ私名前こうやって書いてるんです、おー知らなかった、そしてだんだんどんどん、あ日本語面白いと思いました。やっぱり私に聞くこととリピートをなんか頭の中にどうやってこの方をなんか発音して、私もこうやってリピートをしています、うん、あそうなんですね。すごく今、うん、私も勉強になりました。そしたら確かにそうイントネーションとかアクセントもそのネイティブに近い感じで覚えることができますからね。なるほど。本当に嬉しいです。すごい。ぜひこれを聞いてるねリスナーの人もタスニムさんの真似をしてねリピートしたら上手になるかもしれませんね。ありがとう。今はアニメのより私はポッドキャストのとか、うん、声優インタビューとか、へー、うん、見ています。はい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 、うん、好きな声優さんいますか？たくさんいます。お、そうなんだ。たくさんいます。あ、じゃあ特に好きな人なんか2人ぐらい、うん、2人ぐらい、小野大好きさんと、うんうんうん、でも名前はなんだっけ。
進撃の巨人ライナと、はい、でも名前は忘れていました。この人も大好きです。この方も大好きです。でも名前は今忘れています。うん。そうなんだ。この二人。うんうんうん。ああ、女の人はパークルミさんが大大大好き大好き。どんなキャラクターの声をしてる人？どんなキャラクター？ああ、進撃の巨人ハンジさんとブリッジの逸ヶ谷敏郎。そして逸ヶ谷とハンジって同じ声。はい、フルメタルアルケミストはエドワードの同じ、はいはいはい、同じ方です。あ、パクルミさんか。私も大好きですね。大好きです。本当にこの声が大好きです。素敵な声ですよね。ユニークで、うん、そうそうそうです。わ、うん、かります。私あのエドワード・エルリックは本当に大好きでした。そうでしかも、うつがやとしろ、お、女の人声出した、うわーかっこいいねえ。初めて聞いたとき女の人だと思わないですよね。そうです。ルフィとコナンも、もう同じだ。ナルトも同じでした。うん、あ、そうですね。みんな女の声優さんですもんね。そう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 、はいはい、なるほどね。そっか、声優インタビューを聞いてるんですね。はい、でも全然わかりません。全くわかりませんけど、ちょっと聞いてます。はいはい、まあ練習のために聞いてるっていう感じなのか。うん、はいはい、そうです。なるほどね。じゃあちょっと、あの、たくさん話しちゃったんですけど、日本語の勉強についてもうちょっといろいろ聞いてみてもいいですか？うん、はいはい、はい、いいです。日本語は、だいたいいつ頃から勉強始めたんですか？今真面目に今1年ぐらい、うん、だって去年7月から私は最初から始めた、うんうん、あ、そうなんだ。でも前からそのコナン見たりとかしてちょっと日本語は知ってたって感じ？そう、コナン見たり、そして高校ね、うん、高校生の後で私は日本語のコースを参加していました。1年ぐらいをして、うんうん、そして辞めました。あ、辞めちゃったんですか？はい、いろいろあったけど、あったのに、そして3年ぐらい辞めて、うん、そして去年からまた最初から始めた。あ、そうなんだ。どうしてその去年の夏ぐらいにまたこうゼロから始めようって思ったんですか？うん、だって私は毎年毎年日本語をまた勉強したい、また勉強したい、この気持ちは強くなった。うん、そして去年の私のなんメイト、このコースのメイトを、うん、ポストを送って、私はなんか初心者のレベルを教えて、うんうん、だから、うん、なんか私に、メッセージを送った。もし初心者をレベルをなんか学んでほしいから私にメッセージを送った、うん、そしてこの友達は本当に本当に上手です。本当にそうなんだ。だからうん、はい、私はこの辞めたの時この友達は続けました。 うんうん、今年はエンナニーを勉強しています。おお、じゃあ本当に上手なんですね。そうです。でもちょっとシャイですから、私はこのディスコードに、うん、誘ってくれました。でもあんまり話せませんだ、はいはい、ちょっとシャイですから。ああ、そうなんだ。はい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 、はい、じゃあそれでうん、去年の私と一緒にこの友達と一緒にまた初めて勉強した、うん、私は本当にこのチャンスを探してた。私は今年をまた日本語を勉強しています。本当に毎年またまた日本語を勉強してほしいと思いましたから、うん、ラッキーでしたね。そっか、やっとその自分の勉強したいっていう気持ちをね。はい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 。だって私は、ま、問題は私は先生が先生じゃなくて他の人が欲しい。なんかいつも質問があります、うん、いつも話と質問がありますから、うん、他の人が必要、うん、そうですね。はい、なんかオンラインでなんかアップとかアプリとか、はいはい、サイトとかあんまり 役に立たなかったから。ああ、そうなんだ。
なんか知りたいことを調べても、自分がその知りたい答えがなかったんですね。はい、そうです。なんか、人が必要だったから。そっか。やっと見つけました。うん、おー、このディスコードとかと今のパトレオンのレッスンとかはすごくタソニムさんにとっては役に立つんですね。はい、本当に、はいはいはい、本当にすごい役に立ちました。はい、そうなんだ。1年間日本語を頑張って勉強してみて、すごくこういいなって思ったところとか、日本語の勉強で楽しいなって思うところってどこですか？本当に私はいつも勉強するとき、日本語は楽しいと思います。理由がよくわかりませんけど、なんか楽しいことがあります。なんか私はこの文法、例えば文法を学んでとき、ああ、私はこの文法をまあ聞こえました。ああ、まあか。ああ、どうやって、こうやって使いますか。ああ、私はこうなんかこれからも使います。はいはい、この when I found something I learned I hear then I learned I found so interesting、英語をすみません皆さん大丈夫ですよ。そっか何か見つけて勉強した時に、あ、こう自分が何かの知識が増えたみたいななんかすごく楽しいんですね。そうです。そうなんだ。すごくその好奇心、キュリオシティが高いんですね。そうです。はいはいはい、そう思います。そして私はなんか、勉強するとき、私自分のことを、なんか知らないことを探してた。なんか、私は、なんか長い時に勉強するできるかなわ、知らなかった。はいはい、私もなんか、私は、大抵サイ人です。なんかそうなんですか？本当に本当です。イジプト人とあまり話せません。嘘。本当です。でも私はなんか日本人と外国人を話すとき、すごく楽しいと、わあ、もっと話したい。あ、そうなんだ。これはもう探してた。はいはい、はい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 。じゃあそういうふうに、まあ、日本人とか、まあ、外国人と話がしたいっていうのもいいモチベーションになってるんですね。はい、そうです。はいはい、今本当にもうただ日本語だけを、自分のためにしています。自分のためにしています。あ、いいことですね。うん、理由がもちろん日本語はいつ日本にいつか働いてほしい。でも私はに、ただ日本語学んでいたいだけ学んでいます。日本語欲しい、この言葉を話せできる欲しいだけです。これは本当に理由だけです。そっか。何かじゃあそのまあ働きたいとか日本に住みたいっていうのじゃなくって、日本語の勉強、それ自体がすごく好きなんですね。そうです。それは長く続ける秘密かもしれませんね。そう、私もそう思います。でも、本当に私は去年、勉強する前に、メンタルブレイクダウン、たくさんありました。毎日ありました。本当に、はい、本当です。本当に。なんか、私はどうして、なんか、うまくならない。私はでも私は、なんか上手の人、うまく人たちはたくさんいます。ね、どうして私はあんまり上手じゃない。こんな気持ちと考えてる。毎日考えてる。でも最後は私はどうして日本語を勉強していますか、自分のためにだ。日本語は楽しいですから。私は、まあ、他の人たちは、なんか、この人たちはユニークをありますから、私もユニークをことがあります。も、私の自分で出資しています。はいはいはい。そうですね。他の人とそのコンペア、比べなくても別にいいって思えたんですね。ダメ。はいはいはい。ね、他の人と比べるとね、結構こう気持ちが落ち込みますよね。
あの人はこんなに上手なのに私は全然できないみたいなね。そうです。でも本当にその前にこの気持ちは全然ありませんでした。でも、うんうん、日本語はこんなに好きですから、私はこんなに上手くなりたい気持ちがあります、はいはい、そうなんだ、ね、上手になりたいっていう気持ちがあるのはとってもいいことですよね。うん、ありがとう、はいはいはい、素晴らしいです。じゃあ日本語がペラペラに今よりもっともっと上手になったらどんなことがしてみたいなって思いますか？いろいろなトピックを話したいです。日本人と外国人も、うんうん、だってエジプトはなんか日本人はあまりエジプトのことがあんまり知りませんから、うんうん、あたくさんエジプトの私のこと、私は話すこと大好きです。はい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 。はい、そうですね。例えばなんかただ私の友達となんか、うん、2時間ぐらいただの話しててもいいです。へえ、そうなんだ。話すの好きなんですね、はい、本当に。はい、はい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 。そして私はなんか、うん、ポッドキャストのよりなんかラジオみたいな、うんうん、欲しいと使ってほしいです。今このアイディアがありますけど、なんか、あ、そうなんだ。はいはい、ラジオを作るんですか？ああ、私はエジプトのラジオはもう使いました。使っていました。え、そうなんだ。あ、でもこのラジオみたいな、なんか私の友達とちょっとリコードにして送って、うん、友達を聞いています。今、ちょっと日本語のなんか短いビデオを使ってほしいです。うん、でも、はいはい、このビデオがアラビア語と英語と字幕が入ってほしいですから、まだ時間がたくさんかかるかもしれ、かかるかもしれませんから。はい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 、まだ、うん、はっきりなんかわかりません。うーん、さあ、だから私はなんかペラペラにレベルを、レベルに、私はたくさん話してほしいです。なるほどね。そっか、うん、ラジオを作ってその字幕をねつけたいんですね。うん、はい。そっか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 、いい夢ですね。どんなことを話すラジオなんですか？なんでもいいです。なんか、うんうん、でも私は昨日アイデアがありました。私はビデオが見たとき、何が一番誇らしいことがなんかありますか、うんうんうん、この質問本当に好きでしたから、これはラジオに使います、うん、おー、いいですね。いいトピックを見つけましたね、はい、例えば私は日清な人は誇らしい、私はいつも毎日仕事を、うんしていますから誇らしい、うんうん、こんな風に、はいはい、うん、ああ、すごくポジティブになるトピックですね、それは。まあポジティブもネガティブもネガティブもありますか？話したいです。まだありませんけど話したいです。そっか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 、いいですね。いろいろなことについて、うん、こう自分 の, そのネイティブアングリッジもそうだし、外国語で話すってなるとこういろんな視点で話すことができますからね。はい。の世界が広くなる。そしてあかり先生もいろいろなことを話したいです。あ、ぜひぜひ話しましょう。いいですよ、私もお話しするの大好きなので。やった、ね、いつまででも話ができますね、多分私とタスニムさんだったらね。はい、いつでも私はOK、です。あ、そうですか。じゃあ今度ね、もしうまくいったらタスニムさんのラジオにもぜひ遊びに行きたいです。いいですか？ぜひ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 、きっときっときっと。楽しみにしてます。はいはい、はい、まあ私は昨日からまたまだ真面目に、だってこの初めての6ヶ月は本当に忙しかった。ラマダンと試験と、まあ、いろいろなことがありましたけど、うんうん、今から20月、22月に本当に集中しています、うん、昨日から私はまた初めてです、うん、あ、そうなんだ。そっかそっか、はい、ちょっと今まで2021年はね、ちょっ
ちょっと最初忙しかったんだ。はいはい。昨日ならまた新しい、そう、勉強をしています。あー、なんだっけ、なんだっけ、昨日なんだっけ。終わります、終わりますとか。はいはいはい、はい、勉強していました。おお、ノートがあるんですね、自分の。はい。はい。あ、すごい。私はみんなの日本語本を勉強して、なんか知らない言葉をここで書いています、うん、だってだから、うんうん、なんか知らない時にここで見つけます。はい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 、いいですね、うん、それで例えばね、うん、あ知らないと思ってノートを見たらそこにあったら、あこれ前勉強したってなりますもんね。そうです。いやこれはたくさんありました、漢字と新しい言葉もありますね。私も英語を勉強してるとき、はい、いつもそうです。あこれなんだっけ、はい、はいはい、私も英語、はい、同じあります、今でもあります、うんうん、そうですか、そっかそっか、やっぱりね、うん、言葉の勉強は終わりがないですね。はい、だから私はなんか聞くの後で使いますの方法は私に本当に一番役に立ちました、うん、英語も同じ、私は高校、はいはい、いや学校の時、うん、本当に本当に英語はすごく下手でした、本当に。そう、お英語は本当に大嫌いだった。そうなんだ。はい、でも高校の生の時、アイドル番組はハマっていました。この時、英語の字幕だけでしたから、はいはい、なんか番組を英語で見て、うんうん、なんか全部を探してた、全部全部全部。そして、あその後、漫画とアニメを英語、うん、字幕を見て、はいはい、そしてこの英語を、新しい英語を使ってどんどん英語を上手くなりました、うん、そして外国人と話してて、うん、まあどんどん自信を持ってどんどん話していました、はいはい、なるほどね。そっか、じゃあそのインプットするとき、うん、何かを聞いて、であじゃあこれ次人と話すときにこれを使ってみようと思って使って、はい、でフィードバックしてっていうのをどん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 繰り返してたんですね。そう、だって私は失敗、はい、間違い話すことは本当に怖いね。それは本当に、うん、はい、それはまずは本当に怖かった。でも今なんか間違いことを話してて、あーすみません、じゃあ正しいことは何ですか、教えてください、うん、と聞いています。はいはい、あそれでどんどんそのミスとか間違いを少なくしていくんですね。うん、はいはい、そうです。へー、確かにこう間違えるの怖いって私も思いますね。本当に本当に私はこの失敗のことをすごく怖いです。今でも。そっか。だからこそ、うん、でもたくさん勉強しようって思うことができるんですね、きっと。はいはいはい。はい、なんか後悔のことは怖いです。なんか私ははっきり、うん、全部はっきり教えてて、私の他の人ははっきり、うん、全部覚えてほしいですから、なんか、うんうんうん、頑張ります。そうですね、一緒にちょっとずつちょっとずつ成長していきましょう。はい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 、いいですね。そしたら次はちょっと勉強の話は置いといて、プライベートについていろいろ聞いてみたいんですけど、うん、いいですか。はい、はい、ナサミムさん、日本語を好きになったきっかけが多分アニメとかだったと思うんですけど、今は趣味はどんなことが好きなんですか、うん、やっぱアニメも好き。趣味、うん、はい、アニメを見ると音楽を聞くと、うん、私は音楽は大好きです、はいはい、どんな音楽が好きですか。どうでもいいです。そうなんだ、全部、はい、うんうんうん、はい、私本当に私一番願いはなんかいい声が欲しいです。でもいい声が ありません。え、そうですか。タスマヤさんの声好きですよ。ありがとうございます。嬉しい。私はこの声と音が、うん、理由が分かりませんけど本当に気になるって、本当にな、声と音、私は人間の音を本当に、あ声、人間の声が本当になんか私に
どうやってかっこいいと思います。なんか、はい、はい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 。そして声もなんか音もなんか海の音、車の音、うん、音楽音、はいはい、これは本当に好きです。うん、そうなんだ。じゃあそのまあ見るとか食べるとかいろいろありますけど聞くっていうのがすごく大きいですね。はい、そうそうで、うんうん、多分これはこの話すことラジオのこと理由、うん、好きな理由がかもしれません。あーそっかそっかそっか、なるほどね。それも多分その、うん、外国語というか言語の勉強が好きなのも関係あるかもしれませんね。うん、そうそうです、そうそうそう。へえ、なるほどね。それは面白い、うん、だから音楽も話すのも聞くのも好きなんですね。はい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 。だからやっぱ一石さん、一石さんの声が本当に優しい声が、あー、そうですね。本当に優しい人みたいな。はいはい、一石先生はそうですね、こう穏やかな話し方ですよね。そうそうそう、はいはいはい。ゆうき先生はどうですか、どんな声だと思いますか。元気な人声がなんかすごい元気な、はいはい、アップ、テンションがアップです。本当になんか気持ちがいい声が、はい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 、うん、そうですね、こう話してると楽しくなるような声ですよね。はい、あかり先生は、うん、かわいい声がありますけどなんか大人のトーンがあります、うん、もう、あーそうですか、なんかちょっと嬉しい、はい、恥ずかしい。なんか とても可愛いな人は、はい、可愛い声がありますけどなんか大人っぽいトーンがあります、うん、あーそうです か, か, かはい、レディーみたいな。ま、もうすぐレディーの年齢なのでね。なんかなんでね。そうかそうかそうか、そうやっていろんな人の声でこうイメージとかをね想像してるんですね、タスネムさん。はい、でもこれ多分これは日本語好きな理由がかもしれません。だって日本語を本当になんか水みたいな、なんかこうやってみたいな、アラビア語全然違います、英語と全然違います。そうなんですか。アラビア語のアクセントとかイントネーションはあんまりこうないんですか、高い低いとか。イントネーション高い低いありますけどなんか、うん、日本語と全然違います、全然違います。アラビア語のよりなんかたくさん言葉が使えます、うん、たくさんエクスプレッションが本当に言葉がたくさん、うん、なんか線本当に言葉がたくさん使えます。例えば恋、うん、恋のレベルが、はいはい、違いのこと言葉があります。なんか好きと大好きと、うん、大大大好きの、例えば友達の恋、なんか夫婦の恋、うん、恋人の恋、はいはい、これは全然違う、これは言葉全然違います。へえ、話し方じゃなくてディテール、ディテール。あ、そうなんだ、うん、はいはいはい、全部細かく細かく分かれてるんですね。うん、はい、はいはい、そうです。へえ、それ結構奥が深い言葉ですね、アラビア語はね。勉強し始めるとどん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 こうハマっていきそうな感じですね。はい、私もそう思います。はい、はい、難しいけど私は本当にアラブ人たちなかったもしなかったらアラビア語を、うんうん、学んでほしなかった本当に。そうですか。どうして、はい、中国のみたい、私は中国語は全然学んでほしくない。なんでですか。難しい。あー、でも日本語できたら中国語もできそうっては思わなかったんですか。やっぱり中国の音があんまり興味がありません、うん、なんかかっこいいじゃない。綺麗じゃない。なるほどね。はい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 。じゃあその日本語の言葉としての綺麗さみたいなのも好きなんですね、うん、きっと。はいはい。ああ、そうなんだ。じゃあ話してても気持ちがいいですね、きっと。本当に、本当にそうです。うん、なるほどね。じゃあね、日本語がもっとペラペラになったら、うん、よりこう話したい、もっとこれもあれも話したいってなりますね、きっとね。そしてこの面白いなんか違うの
なんかオピニオン、ポイントビュー、うん、違うの、なんか同じトピックでも、うんうん、いろいろなオピニオンがあります、はいはい、本当に面白いと思います。どうやってこのトピックを見るとか、うん、どうやってこのトピックを考えとか、うん、本当に面白いと思います。だって私はそう思います、うん、人魚は大体同じです。なんか同じことを考えて同じことを気分だって、はいはい、でも私はなんか、あ、日本人とエジプト人はどうやってこの同じことをどうやって考えていくこと、はいはいはい、それね、全然違いますよね。私もオンラインレッスンをしていて思います、うん、なんか同じことについて、うん、でも例えば国籍とか、あとまあその人のキャリアとか性格によって全然考えていることが違いますからね。はい、例えばこの、うん、なんか likeThis when you move your hand、 はいはい、ジェスチャー、はい、ジェスチャー、そうそう、ここで私はインスタグラムで見て、うんうん、こうやってなんかこうやってこっち来てこっち来て、はいはいはい、でもこの人はなんか like go away、 こっち行ってって、ね、思いました、はい、思いました、うわー、素晴らしい、これは面白いでもエジプトね、これこっち来てこっち来ても同じです。ああ、そうなんですね。昨日本当にこれは不思議でした。昨日ポッドキャストに聞いて、はいはい、このこれは、うん、古いの物語、うんうん、ルバーと夫婦の話だって、ルバーと、はいはい、夫婦とルバーに、うん、昔々やって、はいはい、そしてなんか男の人はルバーに乗って、うんこの女の人は歩いて、そして、うん、そして他の人は、どうしてこの、あの女の人はなんか like why she's walking and she's letting her husband ride and when she、はいはい、and when they did the opposite they keep talking about them、うん、the moral is like people will keep talking、 そう、本当にアラブ人たちも同じ物語があります。同じでも夫婦じゃなくて人と息子さん、うん、あ、本当にこれは本当にびっくりしました。国が違うけどそういう昔の話は同じなんですね。はい、どうやって同じ話がありますか、はいはいはい、確かにね、全然違う国で同じような話とか同じような単語とかね、はい、私はこの話が、うん、私はこのとてもアラブの物語お話が思いましたけど、うん、なんか日本人は同じ話がありました。ロバ、同じ動物、ロバだった、本当に。そうなんだ、はい、キャラクターだけ違います。なんか日本人のバージョン、日本のバージョンは夫婦だった、うんうん、アラブたちバージョンはなんか人とモスクさんはい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 、だったな。本当にびっくりしました。でもストーリーは全部一緒だったんですね。全部同じ、本当に同じ。そうなんだ。それはね、両方の言語を知らないとわからないかったことですね。はいはいはい、はいはい、本当に、はいはい、面白い。なるほどね、やっぱり言葉を勉強してると面白いことたくさんありますね。本当にそうです。ちょっともうたくさん話しちゃったので最後の話題に行きましょうか。はい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 、はい、じゃあ、他に話したいことは何ですかって聞いてたと思うんですけど、タスニムさんからの質問何でしたっけ？私のことは何を思いますか？はい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 、そうですね、タスニムさんについてのイメージということですかね。どんな性格とか、うんまあはい、うんうん、だって今日は初めて顔が見ることが初めてですから。はいはいはい、この前にただの声だけ、うん、そして今、そうそう、あ、今日顔を見る。はいはいはい。ああ、どんな印象かね。じゃあ分かりました。今日会う前と会った後での印象を話しましょうか。はい。そうですね。声だけの時は、そうだな。やっぱりでも話すのが好きな人なんだろうなって思ってました。そう。あと、タスニムさんのとっても素敵なところは、
レッスンをしていて、特に初心者の人で、こう英語をね、使いたいっていう人がいますよね。私たち先生が話す日本語がわかりませんという人に、こう優しくね、英語で説明してあげたりとか、サポートするのが本当に上手だなって思いました。ありがとうございます。私はそ切ないことう。聞いてねえ、そうですよね。我そう。慢できません。我慢しなくていいんですよ。どんどん手伝ってください。そう。だから、先生をしているアラビア語の教師ですって書いてあって、あ、なるほどなって思いました。すごくね、先生という仕事がそう、合ってるんだろうなって思いましたね。そう。あとああ、はそうね、ですか。今日会ってみて、すごくこう、話してる時の表情が素敵です。かわいい。そう、嬉しそうな時にこう、あーってするのが すごい、話していて楽しいなって。だって私は、なんか褒まれてるとき、本当に嬉しいなります。私は嬉しいとき、ぜひ嬉しいの見える。ぜひ、だって他の人、ああ、言ってくれてありがとうございます。本当に嬉しい。素直にね、自分の気持ちを表現するのがすごく上手ですよね。嬉しい気持ちだけ。でも私は、なんか、悲しい時に、なんか、私はあんまり、例えば、私の友達は、なんか、こうやって、なんか私は悲しいだった時に、ああ、その友達はあんまり できません。例えば私、最近、私はなんかこうやって たくさん ありました。この人はなんか、イライラしてた、なんか、じゃない。He did something offended me or like made me sad. あんまり話せません。なんか、ああ、君はこうやって、なんかこうやって私はあんまり来なかったと言って、あんまりできません。そっか、ちょっと悲しいことを言われたりとかね、したときね。です。でもまあ、悲しいことはまあいいです。私はあんまり長い時間悲しく ないから、すそうぐ、なんだ。すぐ、なんかちょっと悲しい音楽を聴いて、ちょっと泣けて、まあ、終わった。へえ、気持ちの切り替えが上手なんですね。まあね、私は今、なんかこれを練習しています。大事なことですね。ね、嬉しいこと、楽しいことはずっと続いてていいですけど、悲しいことはね、まあ寝たり食べたりして忘れるのがいいですね。ちょっとアニメを見るながらアイス食べて、すぐ忘れて。最高。最高です。私の、タスミンさんのイメージはそんな感じでした。すごくありこう、がとうございね、ます。そう、本当一に。生懸命話してコミュニケーションしようとしてくれてる感じがとっても伝わりました、ありがとうございます。私はこれからも頑張りますから、また誘ってください。もちろんです。また遊びに来てください。じゃあ、今日は、ゲストとして、タスニムさんをお呼びしました。タスニムさん、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また来てください。はい。